具体的な仕事内容を説明する行幸様は理由、そして私の不、例えばスケジュールの調整、それから行幸様が いえあなたの感じ、百式は仕事に対し、彼女が先ほど言ったこともあり百行と百分、私がこれまでに培ってきた、さすが噂に名高い、現在まだ予定にく、これでも事前に整理をした重要な案件は順番に、まずリーユへ八門の、続いて国政様と、その次は、はい、もちろんです、各所へ移動する際の、またそういった事態、先ほど挙げたものの中に何か不安に感じた内容、それでは説明を続けます、ただもう理解したのです、それじゃ明日のスケ、ええ、協力、何か不明な点があったら、いってらっしゃいませ、ぎょっ、このようなスケジュールでは、確かに行幸様、もちろん私たちも行幸様の健康は心配、それがあなたの考えですか、それではあなたが、私はまだ競売に、私もそう願っています、分かってるわ、もう起きてるわよ、少し待っててちょうだい、今着替えるから、おはよう、昨日はゆっくり休めたかしら、大丈夫よ、昨日って、それじゃ今日はまず、なるほど、このスケジュール、そうね、たまには、普段はあまりにもよって息抜きできる機会があるのなら、モラの収益を見るだけで、でもあなたの考えも一理ある、それでやる機会がなかったこと、面白いわね、普通の人ならモラがあればどんな機会だって手に入るはずでしょ、その通りよ、そしてこれこそ私があなたを高く買っている理由でもあるわ、少しわがままな考えかもしれないけれど、それでも構わないかしら、ありがとう、じゃあ言うわよ、私は裕福な家庭に生まれたわけじゃないの、今あなたが目にしている私の財産私のこと、金のスプーンを使って魚を取る以外にも、あなたが聞いて驚くような、かつて私に仕事を斡旋したことを今でも自らの経歴として話す年配の方がたくさんいるわね、あの頃は毎日が大変だったけれど、午前中にモラを稼がなければ昼食にすらありつけない状況だったわ、あの頃の生活をもう一度体験してどう？付き合ってくれるかしら、それじゃルールを決めるわね、当分の間リーユエコーで私やあなたの身分、それから評判を利用するのは禁止よ、それでモラがどれだけ手に入るか、ええ、でもただ働くだけじゃ、少し港の埠頭に行ってみない、あそこは定期的に不用品や廃棄物を整理しているの、その中からモラに変えられるものを見つけられ、大丈夫、心配しないで、これさ、行幸様、倉庫内の貨物の状態、すぐに書類を持ってきます、焦る必要も慌てる必要もないわ、では問題は何も起こしてないはずですが、ええ、それなら規定通りに行いました、お知らせも貼りましたし、通知もともと厄介な問題ではありましたが、俺にも分かりません、ただ倉庫の場合状況は限られています、例えば持ち、この破損というのも保管に何か、長期間そういった品を倉庫に置いておく、最近そういったもの、それが
あいにくですが大丈夫です、行幸様。あ、待って、状況をちゃんと把握していなさそうね。いや、行幸様、一覧表の通りに、ま、しけってしまった食品、片方だけの靴、一つ前の整理に間に合っていればよかった。全く使うことのできないものを除き、例えばこのおもちゃ。え、これが欲しいんですか。もちろん構いません。よかった、うまくいったわね。ええ、それが終わり次第。よくわからんが、詳しいことは聞かないでおこう。当店へようこそ。今日は少し特殊な用事できたの。私に品を見て、うん、わかりました。買取は可能です。原料、ただどうしたの、厳しいと思うの。いえいえ、そういう、その、とりあえずこれらの15万もらでどうでしょう。そうね、まあまあ、値段はもし行幸様が想定されて。あなたはどう思う。ええ、これらの市場。え、まさか行幸様、ましてや私はてっきり売りに来たのは調査のためか。そうね、このままではダメ、やり方を変えましょう。リーウェ港にいる限り、私が行幸じゃなかったら、剣山も博来も買い。正直に言うと、これでは最初に決めたルールに反してしまうわ。そうね、じゃあ冒険者がモラを稼ぐにはいいわよ、構わないわ。いってらっしゃいませ。ここね、さ、無駄な努力をやめたら。キャ、やっ、諦めなさい。無駄な努力をやめたら降参しなさい。自分の手で富を蓄えていく。いいえ、決して悪くないわ。何しろ資本金も、それに金額の手、次はもっと難しい。判決を下す。諦めなさい。さようなら。なかなかの収穫ね。気分が、お褒めいただき光栄だわ。けど、あなたのようなプロ、私にとって戦いは体の調子を整え、もちろんまだよ。ん？見て。そう、なるほどね。あれを追いかけ、そのからかい方、まさか北斗から学んだのかしら。今は機嫌がいい。さ、
出てきたわよ。早く捕まえましょう。魚を取るよりも恋でも、やっと捕まえた。そうね、この程度の元手では。まそう言われると防御旅館はすぐそこね。私もそう思うわ。苦労してて、そうね。この今回のルールでは、たとえあなたさ、かわ諦めなさい。これだけあれば十分ね。上がって焼き魚の準備をしましょう。さあ、簡単な下ごしらえをすれば。それと、わざ普段は私がこういう料理を味わいたいとき、特別な指示を出さないといけないのよね。いいのよ、大したあの頃、仕事が終わって急いで家へ帰ると、私は家事を手際よくこなしていたから、よくだから、私が家を出て商売を始めようとしたと、もしかすると万民堂の横で台車を引いて、子供の頃の記憶は私に大きな影響を与えたわ。水の制限を受けてなお、ええ、今回あなたと一緒に冒険者の過去の苦難を振り返ることででも私は焼き魚にうるさいの。